今回は名人戦第2局の1日目を見ていきたいと思います。黒番が芝野名人、白番が井山王座ですね。で、星と一見じまりの布石ですね。これも人気のね、布石ですね。で、ここなんですよね。このハサミがね、 えー、白が早くも工夫した一手でしたね。これ部分的にはね、ここではコスミもね、穏やかでいい手なんですけど、このコスむ手が右上の援軍にもなってるので、いい手なんですけど、コスミだとね、後手引く可能性があるんですよね。この左辺、黒が、えー、この、から一本で手抜く可能性もありまして。ということで工夫しました。挟みました。これどういう意味かというと、 部分的によくあるのは、これ。このハサミっていうのは変化そんなに多くないんですよね。よくあるのが掛けで。出切りが感銘な手で。黒も当てて掛け継ぎぐらいなので。で、こちらに擦すんで,で。黒も取りぐらいなので。その時に、両辺の白の構えが立派なんですね。右上の援軍にもなってますから。で、これ、白が一番重要なのは、 この形になれば先手取れるんですね。先手取って右上の一番大きい場所に、両がかりに回れますから、白はこの図を目指しているわけですね。なので、このハサミ、いい手でしたね。で、黒もその狙いを瞬時に察知して、パワしましたね。左上何か打ってしまうと後手引く可能性があるので、 で、ここで両がかりして。で、左上、ちょっとここの出切りのね、弱点狙われてますから。守って。で、こういう別れとなりましたね。で、ここで注目すべき点は、左上16。このコスミですね。ここが、大きいっていうのが、知ってないで打てない手ですね。 人間の感覚だと右上、せっかく両がかりしたので、右上また連打する手がね、まあこういう手が一番大きいように見えるんですけど、これはですね、左下のコスミがただの受けになってなくて、実はこれ左辺の打ち込み狙ってるんですね。こう打つと、ま飛びから、今度は飛びで打ちまして、打ち込んでくるんですね、こうやって。どこかに。 打ち込まれると白も分断されますから。これ結構厳しいわけですね。例えば、飛びとかで動き出せますけど、まあ、どんどん押して、例えばこれぐらいで詰めてね、まあ、飛びぐらいだと、まあ、覗き一本ぐらいをね。こうやって渡って。まあ、意外と黒も結構、互角以上に戦えるんですね。例えばこういう、 あの、分断しに行くような手は一応ここれが一本ね、引くと、一応これで連絡系なんですね。出ても、惚れてますから、これで連絡系なので。結構黒もね、五角以上にちょっとらえるんですよね。なので、これがただの受けではなくて、左辺の打ち込み狙われてるので、そのカバーですね、補強ですね。それを緩和した手。 で、黒ここに打ちましたね。これはね、なるほどという手ですね。打たれてみたここでは、ちょっと絶芸の図も見てきますか。絶芸が示してたのは、ここですね。ここがどうやら一番大きい手で、最前みたいですね。ただこれは知ってないと打てない手ですね。ここが大きいっていうのは。人間の感覚だと、右上の、えー、ここ、右上が一番大きく見えますので、 今、白が左上守って左辺の打ち込み緩和したところなんですよね。まあ、間接的に守ったところなので、それでも左辺の打ち込みが大きいっていうのは、これ本当に知らないと打てない手ですね。事前に知らないとね。これがやっぱり AI の感覚なんですよね。それでも左辺が、え打ち込みが一番大きいと AI は言ってますね。だから相当左辺の打ち込みが、 大きいみたいですね。まあ、ただで、この意味なんですけどね。ここに打った意味。これはですね、右上の部分的な話だけすると、ルえる手が、よくある形ではあるんですが、これ非常に難解な形なんですね。でこの後の変化を、例えば一つでも知らない手があると、黒がね、序盤から悪くなってしまう可能性があるんですね。 白は高く両がかりしたので相当研究してるはずですから、一つでも知らない手があるとまずいわけですね。なので、気持ちとしては、その難解系を避けたという意味はあるかなと思いますね。形としてはこっちに、こっちつける方が完明なんですね。完明なんですけど、すぐつけると、こうやって、これ部分的に AI の評価がね、 黒悪いんですね。はっきり白良しという評価が出てますので、これも選べないので、先に挟んだんですね。で、これは次につける手見てますから、遮る一手で、でこの交換があると、これつけるのが絶好の一手になってくるんですね。 どうしてかっていうと、先ほどの図になったときに、えー、もうちょっとわかりやすく解説しますと、例えば、手割りで、理論的に考えますと、このときに次黒番で、ま、黒ハサミは十分考えられる手ですよね。ここに挟めて。このときにハサミ打ったときに、白がここに打ってくれた理屈なんですね。この サミとこの交換黒が得してるんですね。どうしてかというと、ここで白番だったらここに白が打つのはちょっと打ちすぎなんですね。まあ、場合によっては、例えば上辺目いっぱいに広げて、まあ、これ次に動き出し厳しいですから黒受けぐらいなので、次白番だったらこういう風うに効かした方がいいわけですから。 上辺すごい広くなりますからね。で、ね、またこうやってね。これ白が絶好の上辺の構えなので。なので、えー、本来だったら白こう打ちたい場所を、ここに打たせてる理屈なので、この交換、7と、えー、この右辺の臭みと飛び下がりの交換があると、ツけがもうめちゃくちゃいい手になるわけなわけなんですね。 で、ここに打った方が黒としては判明なんですね。この後の進行が分かりやすいとえ。白を攻める手を選べばいいわけですから。だから、この、こっちにつける手よりも、判明な変化になりますの、なりやすいので、次の手が分かりやすくなってくるの。これは、黒としては指摘がね、あの、少しポイント取ったかなと思いますね。 これ黒の、完明な、えー、どちらかというと黒が分かりやすい進行になりましたね。局面互角なんですけど、次の黒の、手が分かりやすいと。どうして分かりやすいかっていうと、黒としては方針が分かりやすくて、この白を攻める手を選べばいいわけなんですよね。こういうふうに。あの、この、この三つの石ですね。で、白、 白の方針がかなり難しくて、白は弱い石がたくさんあるんですよね。上辺とか、右辺とか、ここも弱いと。白の打つ手が難しいと。曲面が互角なんだけど、黒の打つ手は分かりやすいんだけど、白の打つ手は非常に難しいので、えー、黒がね、少しポイントを取ったのかなと思いますね。で、ここで難しい局面で、え山さんが、イヤ王座がすごいいい手を打ちましたね。 これがすごいいい手でした。押しからつけがいい手でしたね。どうしていい手かっていうと、単につけると、えー、ま、単につけて、こうやると、まあ、押さえて。で、後から押すと、ここに膨らまれちゃうんですよね。これは黒がめちゃくちゃいい形なので、これ白まずいんですけど、 実践の理屈は一応ここに、膨らみで打ちたい場所をここに打たせた理屈なんですね。この押しとこの交換は白がすごい得してるわけなんですね。ちょっと黒の味が歪んじゃってますので。なので、めちゃくちゃいい手だったんですね。 だからこの石を最大限に働かせようっていう打ち方ですね。で、これを決めて。なので、黒も、そこに押さえる手は、めちゃくちゃいい手なんですけど、ちょっと、押さえた瞬間にもう黒の形が歪んじゃってるわけですよね。先ほど解説した理屈で。これがやっぱりトッププロの感覚なんですね。この形になると、押さえにくくなって、 いうことですね。で、こうやって、伸びて。で、ここでお昼休憩に入りましたね。これ伸びね、すぐ動いたの結構意外な手でしたね。あの、まあ、ここら辺でお昼休憩入るのかなと思ってたんですけど、左上すぐ動いていったのはかなり意外でしたね。 でこれね、かなりこの局面かなり難しくて、ちょっと絶芸の図見ていきましょうか。絶芸の図はね、やっぱ左辺の落ち込みをずっと示してるんですよね。だ相当でかいみたいですね。この左辺の落ち込みっていうのは。これ人間にはちょっと気づかない。この感覚っていうのが。ここ、まあ、焦点としてはやっぱここどちらが先着できるかっていうのは非常に え重要なポイントになってくるかなと。まあ、黒が先着できれば黒が打ちやすそうですし、まあ、白が先着できれば白が打ち、打ちやすそうな局面にはなるかなと。ただ、えー、ちょっとね、左辺も大きいんですけど、ちょっと右上で戦い始まっちゃってますので、ここもでかくなっちゃってるんですよね。やっぱり。うん、意外とここ出る手も、形歪んでるって言ったんですけど、 お互いやっぱ白から出る手と黒を押さえる手と、えー、お互いやっぱね、大きい手なので、なんかいろんな場所が大きくなっちゃってるんですよね。だから非常に、あの、局面としてはかなり難解な局面になってるかなと思いますね。なんか、すごい難解に見えます、局面は。 で、ここにお昼休憩になりまして、まあ、この後はね、まあ、形勢互角で難しい、えー、局面に、えー、なるのかなと思いますね。というわけで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。